セルゲイ・ミハイロビチ・ミロノフは、ロシア連邦の政治家。ウラジーミル・プーチン政権とドミートリー・メドベージェフ、政権で、第3代ロシア連邦議会連邦委員議長を務めた。1953年2月14日に、ソビエト連邦のロシアソビエト連邦社会主義共和国の、レニングラードシュー・プルシキン氏に誕生する。なお、ミロノフはこれらの大学をそれぞれ卒業している。 以上の大学で学ぶ一方で、1979年からサンクトペテルブルクで鉱山技師をはじめとして様々な職場で勤務している。1980年代には地球物理学者として数年間モンゴルの調査に加わった経歴も持っている。ソビエト連邦の崩壊後に建設会社の経営に乗り出す。実業家のカタ政治にも関心を持ち、 1994年11月にサンクトペテルブルクの企業家が集まって作った政治グループを母体として市議会議員に立候補し当選する。1998年に市議会議員に再選を果たし、この間2000年には市議会第一副議長にも選出されている。ウラジーミル・プーチンと知り合い、密接な関係を築いたのはアナトリー・サプチャーク市長の下で、 プーチンが第一副市長を務めていた時で1996年のサンクトペテルブルク市長選挙でミローノフは資金面でサプチャーク陣営を支援した。またミローノフとプーチンはサプチャーク再選を目指して共同で投票日を繰り上げることを決定した。この時の市長選挙でサプチャークは 対立候補のウラジーミル・ヤコブレフに敗北するが、以後もミロノフはサプチャーク及びプーチンと関係を維持し、1998年にサプチャークと関係のあるサンクト・ペテルブルクの建設会社であるバズラズ・ジューニエ・ペテルブルクの取締役に就任した。2000年3月に実施された2000年ロシア連邦大統領選挙では、サンクト・ペテルブルクにおけるウラジーミル・プーチン陣営の 選挙対策本部実長となった。2001年にサンクトペテルブルク立法会議議長に選出され、同時に市議会代表としてロシア連邦議会連邦院連邦会議議員に選出された。2001年12月5日に連邦院議長に就任し、ロシア生活党党首を兼任する。2003年1月にサンクトペテルブルク市議会議員会選及び、 連邦委員議長に再選する。議長としては、ウラジーミル・プーチン政権を強く支援して、法案の順調な推進に尽力しているほか、大統領任期の延長やアメリカ軍がグルジアに駐留することについて、指示を表明するなどロシアの政治における一定の方向性を形成することに影響力を示している。2004年3月に実施された2004年ロシア。 連邦大統領選挙にロシア生活党から立候補して落選するが、これは大統領選挙が民主的な形式によって実施されたと内外に示すための意図的なものであったと言われる。ロシア生活党はウラジーミル・プーチン政権における大統領与党を形成していたが、統制は振るわなかった。しかし、2006年10月の統一地方選挙において予想外の躍進を果たした。 同年10月28日に、ロシア生活党、祖国、ロシア年金党は合同し、新党、厚生、ロシアを結成した。ミロノフは厚生ロシアの党首に選出され、新党は政策として貧困の撲滅、汚職の追放、環境及び天然資源の保護を訴えた。また、与党、統一ロシアが、いわば高級官僚の労働組合であると批判し、 新党はあくまで国民政党であることを強調した。2009年1月13日から1月16日まで、ラオスで開催されたアジア太平洋議員フォーラムの基礎に来日した。麻生太郎首相、江田沙月参議院議長、河野洋平衆議院議長らと会談した。麻生首相との会談では、プーチン首相の訪日と北方領土問題などが議題に上った。16日には、 宮城県を訪問し、村井義弘知事、高橋町意見議会議長と会談。虹にのブゴロド州との交流など、地域間交流について会談し、東北大学、松島などを視察した後に、日本を離れた。2011年5月18日に、サンクトペテルブルクの議会が、議員資格の停止を賛成多数で可決。これにより、議長職も自動的に失い、 議長を退任した。翌年の2012年ロシア連邦大統領選挙に出馬したが、得票率は3.85%にとどまり、5人中最下位で落選した。ありがとうございます。